皆さんこんにちは。2024年1月26日、ついに千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希選手が契約更改を行いました。注目されたのは記者会見で佐々木選手が何を語るのかというところ。結局メジャー挑戦時期は濁されることとなりましたよ。今回は佐々木選手が今オフにポスティングでメジャーに挑戦する可能性について紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。2023年12月に早期メジャー挑戦の要望を出していることが報じられ、越年公開でも話題になった佐々木選手、自費キャンプもささやかれていたものの、1月26日についに契約更改を行い、1月27日には記者会見で記者の質問に答えました。記者からは執拗にメジャーに関する質問が投げかけられたものの、佐々木選手はそれを全てかわしており、結局いつメジャーに挑戦するのかは現状不透明です。ここからは佐々木選手の記者会見の内容について紹介しますよ。まずはなかなか公の場で自分からコメントを出す機会がなかったと謝罪からスタートした佐々木選手の会見。報道等でファンに誤解や心配をかけたと語っていますが、報道内容が本当に誤解だったのかは未だ明らかになっていません。記者からの一問一答の中では、ポスティングシステムを要望したのは事実かという質問に、メジャーリーグの話に関しては入団当初から球団とはしっかりコミュニケーションをとって話してきましたと回答。メジャー挑戦したい思いはあったのかという質問に対しては、野球を始めた頃から小さい頃からと回答しました。言わずもがな、記者側は直近の話を引き出そうと思って質問をしているのでしょうが、佐々木選手側は入団当初から小さい頃からと過去の話にすり替えて回答。結局報道にあったような2023年オフのポスティング、2024年オフのポスティングを要望したのかについては濁されてしまいました。交渉が長引いたのはズバリポスティングシステムの話があったからかという理由については、交渉自体は代理人の弁護士の先生を通してやらせてもらってと代理人の存在を明らかにしたものの、交渉が長引いた理由についてはいろいろなことと明言は避けています。さらに今年のオフにメジャー挑戦したい思いはというズバリの質問については、将来的にメジャーリーグでプレーしたいという思いはありますと語る一方で、まずは2024年のシーズン、目の前のシーズンをプレーすることが大事かなと思っていますと回答。肯定も否定もしないということになっていますね。佐々木選手をめぐる報道の中には、ポスティングを認める条件を球団と詰めているのではないかという推測もありました。そんな中で記者から具体的な勝利数や防御率の目標を問われる一幕もあったのですが、なかなか具体的な数字は難しいですけど、キャリアハイは目指さないといけないともちろん思っていますと、これについても濁した回答。会見からは何もつかませないという佐々木選手側の思惑が伝わってきますよね。いつメジャーに挑戦したいかという質問に対しては、まずは今季マリーンズでプレーするので目の前のシーズンを大事にしたいとあからさまに質問からずれた回答。具体的なメジャーリーグの挑戦時期については徹底して隠す姿勢なのですね。佐々木選手についてはメジャーをめぐる交渉の中で球団との対立も噂されていました。メジャー挑戦を含めて希望はどのように伝えたという質問に対しては、チームが良くなるためにと僕が思ったことを伝えさせてもらいましたと回答。さらに僕の気持ちも理解して、今こういう形で契約してお互い納得するというか理解した中で契約できたのかなと思っていますと円満公開であることも明かしています。メジャーの25歳ルールに関連して、25歳未満でもメジャーに挑戦したいか、じっくり鍛えてからにしたいかという質問には、もちろん球団との兼ね合いもある、将来的に行きたい気持ちはありますと回答。さらにここまでコミュニケーションをとって球団とやってきたとも話しています。将来的なポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を要望したかという質問には、入団当初から話してきたと繰り返した上で、毎年コミュニケーションはとってやっています、その中で球団の方にも理解をしてもらっていると思っているともコメントしていましたよ。会見を通して佐々木選手はメジャー挑戦の時期を徹底的に濁し、その過程で記者からの質問に対しておそらく意図的に少しずらしたような答えを行っていた一方で、
球団とのコミュニケーション、双方納得といった言葉は、たとえ記者の質問の趣旨から少しずれるようなところでも回答に含ませていました。やはり球団との対立が噂されているだけに、佐々木選手が最も強調したいのは球団との不仲説の払拭なのでしょう。その点は球団側もこちらにも至らぬ点があったとコメントを出していることからも、双方共通の望みではあるのでしょう。松本本部長は一部報道で球団に対してわがままを言っているとかごねてるとか出てたんですけど、全くそういうことはないので、そこだけご理解いただきたいとし、1年目から代理人を通して話してきたので、朗希選手の思いを聞きながらやっていた。長引いた中で球団としても話し合いの中で落ち度があったので、決して佐々木朗希だけがわがままやごねるとかじゃない、こちらにも落ち度があったのでご理解いただきたいと重ねて理解を求めていました。また米国行きに関しては、入団当初から本人はずっと夢を言っています。代理人と僕も話してきていますので、去年いきなり米国に行きたいと言い出したわけではない、入団当初から話してきているので、急にわがままを言い出したとかではないので、ご理解いただきたいと思いますと説明しました。結局佐々木選手のメジャー挑戦時期は、会見の言葉を真に受けるのであれば不明ではあるのですが、会見を受けてやっぱり2024年オフにメジャーに行くんだという印象を受けた野球ファンも多くいます。そもそも佐々木選手は本来であれば2024年のオフのポスティングによるメジャー挑戦などは許されない立場です。2024年オフのメジャー挑戦の事実がないのであれば、例えば25歳に関する質問のタイミングではっきりと25歳以上でのメジャー挑戦を表明してもよかったはず。会見の場で2024年のオフにメジャー挑戦しますと言えない理由はわかりますが、メジャー挑戦は25歳になってから FA 権獲得の前年をめどにメジャーに挑戦するといったことは、別に言っても反発を受けないはず。むしろ誤解を解くという意味であれば、そういったことをはっきりと言うべきだったはずです。それを言えないのは、ズバリ2024年オフのメジャー挑戦の約束を取り付けたからなのかもしれません。佐々木選手の契約更改が遅れていたのは事実、その中でメジャーに関する話し合いが行われていたのもおそらく事実でしょう。その上で佐々木選手が納得できる更改というのも、2024年オフのメジャー挑戦を除いて他にあるかは微妙なところです。佐々木選手が目の前のシーズン、2024年のシーズンを強調して話しているのも、今オフのメジャー挑戦を予想させる理由の一つです。2025年以降のマリーンズでの活躍をファンに約束することはできないのではないでしょうか。どちらにせよ、今オフファンを騒がせた佐々木選手のメジャー挑戦問題について答えが出るのは2024年のオフということになります。とはいえ、今シーズンの佐々木選手のシーズンの成績に求められるハードルは高いものがあるでしょうね。その中で佐々木選手がどのようなピッチングを見せるのかに注目したいです。いかがでしたでしょうか。今回は佐々木選手の会見について紹介しました。本当に今オフ佐々木選手が姿を見せる機会はありませんでしたから、何事もなくキャンプに出られるというだけでも一安心ですよね。マリーンズでプレーする中でこの騒動がチームに影響を及ぼすようなことがなければいいのですが、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。